マッサフラは、イタリア共和国、プッテア州ターラント県にある、人口約3万3000人の基礎自治体。県内では、県とターラント、マルティーナ・フランカに次ぎ、クロッターリエと、ほぼ同規模のコムーネ人口を有する、ターラント県中部のコムーネ。県とターラントから、北西へ約18キロメートル、マテーラから、 東南東へ約 44km、州都バーリから南南東へ約 62km の距離にある。ターラント県外略図隣接コムーネ隣接する、コムーネは以下の通り。仮説の一つによれば、マッサフラは5世紀にバンダル族の侵入によってアフリカを追われたローマ人によって建設されたという。都市の名が資料に登場するのは10世紀以後のことで、 ロンバルド王国の大官の管轄地であった。ノルマン人が南イタリアを征服すると、マッサフラはロベルト・イル・グイスカルドのおいに与えられた。彼はマッサフラの城を集築し、要塞化した。その後、タラント公国の一部に含まれ、自由都市として1463年まで属していた。この都市は1484年にアントニオ・ピシテロに与えられる。 1497年には、フランスオーシャルル発生の軍勢による略奪を受けた。領主権はアートシッパピコダに譲られ、その一族は一世紀半にわたって、統治を所有した。マッサフラには、以下の分離集落がある。新石器時代から中世世紀にかけての洞窟住居がある。ありがとうございます。